アメモプラス。監督が第2グラウンド行きました。はい。ったくあいつ早いきよな。ほんまにバテてる演技するのもめんどいねん。ああよいしょ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 。だ誰あ俺誰誰そこそれぞれが意識していく、そういうのが大事だと思います。 OK、 はい。でね、いよいよ明後日から冬トレ第一クールが始まります。今年も来たな。まあ、1年生は初めての冬トレになると思いますが、もう想像の何倍もしんどい。そういう期間になるも正直言うけどもな、今よりもしんどいよ。でも一生懸命ついていてください。はい。でたまたまちょっとこのタイミングで、ちょっとたまたま重なったんやけども、まあ、キャプテンがね、ちょっと実家のキノコ農家をちょっとお手伝い、しないといけなくて長期休暇に入ります。なる。だからこの期間ちょっとキャプテンなしで冬トレをちょっと乗り越えないといけないっていうそういう状況になります。でそこでちょっと考えました。冬トレ期間だけのね代理のキャプテンをちょっと立てようということで、そこをね、1年生の一徹、お前に任命しようと思う。もうね、トレーニングかける思いがやっぱ他のメンバーと全然違うから、1年生やけども先生は一徹しかおらんと思っちゃう。できるか。よし、ありがとうございます。頑張れよ。まあそう。ちゃんと言って。まあそうそう。言って頼むぞ。はい。OK。まあね。にしてもさ、最近一徹の指示やばない。やばいな。やばいよな。やばい。な。すごいわ。監督の気にすぎちゃう。いやまあもうそうやな。でも監督頑張れて好きやからな。お前そうやな。ああ。まあ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 頑張ってるしな。すごいな。あすごいわです。お疲れ様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 です。千代さん、おはようございます。おはようございます。監督だる。いや、監督まだ来てないです。だる。お願いします。お願いします。
おや？そこをな、しっかりと意識しながらやっていきましょう。オッケー。はい。でな、いよいよ明日から、冬トレ第一クールが始まります。昨日のようなな。で、まあ、1年生聞いてるかもしれないけども、うちの野球部は毎年、冬トレは第一クールと第二クールに分かれて、トレーニングをしますね。で、冬トレ第一クールはこれはもう全員参加。全員参加で全員で追い込む。で、第二クールに関してはうちはね、自主参加という制度をとってます。だから第1クールが終わった日に終わる直前に第2クールに参加したいかどうかを先生のところにメール送ってきてください。OK、第1クールを経てもっとしんどい第2クールまで、自分でやりたいかどうか、だからもう自分の意思でグラウンドに立つな、やらされるじゃなくて自分で立つ、そういう希望意思をな持てるやつだけ、メール送ってきてください。 OK ですか。はい、頑張っていきましょう。うん、解放。あ、そうだそう、あの、さっき監督が言ってた冬トレの第2クールの件なんですけど、うん、あれってもし第1クールがしんどくてもう嫌やなって思ったらメール送らなくていいんですか。そうやね。え、あ、そうなんすか。あ、そう俺は参加せん。あ、そうなんすか。うん、制度やろこれ。いや、確かにそうです。僕自身も、だいぶきついトレーニングになるかもしれませんが自分を追い込んでやります。みんなで頑張っていきましょう。よし。明日から冬トレが始まりますが、しっかりと追い込んでいきましょう。1年生ですがリーダー任せていただけるので一生懸命頑張ります。一生懸命頑張ります。毎日必死で頑張って、僕はチームで僕は日本一のマッチョになりたいです。知らんの。チームが日本一になるよりもマッチョ優先です。シャーさん、シャーさん、おはようございます。どうですか。大丈夫です。失礼します。翔太さん、大丈夫ですか。二日酔い。そうやねもう飲みすぎたー。いや、昨日飲みすぎてましたよ、あれ。昨日夜中まで飲みすぎてどれだけ飲もうってましたもん。もう頭痛ー。いや、翔太さん疲れてんの見て冬取り頑張ってるんかなと思ったんですけど。なわけないろ、お前毎日サボってんのにですよね。俺誰やと思ってんねにしても頭痛いってー、もうだー、もう飲みすぎたー。監督お願いします。監督お願いします。もっと追い込めますよ。まだまだ追い込ませてください。なるなる。もっとできるじゃないですか。なる。
聞いてますか、ショウ。そっちでやれや、うっとうな。ショウです、ショウ。よし、よし。はぁ、お前、お前さ。僕、こう見えて、マッチョなんですよ。タラ、タラ、タラ、タラ。